山崎祐希は、日本の男性陸上競技元選手。専門は競歩。オリンピックに2004年アテネ大会から3大会連続出場し、2008年北京大会では 50km 種目で、日本人初の7位入賞を果たした。日本選手権 50km では7連覇を含む、通算8度優勝した。富山県出身。順天堂大学卒業。 長谷川体育施設を経て、自衛隊体育学校に所属していた自衛官。富山県立富山商業高等学校時代の2001年9月23日、5000メートル競歩にて、日本高校新記録、日本ジュニア最高記録となる19分35秒79を記録。2002年1月の日本陸上競技選手権、大会 20km 競歩では、 高校生ながら1時間20分43秒の日本中にニア最高記録で優勝。なお、2011年6月現在も5000メートル競歩の日本高校記録保持者であるが、インターハイには北信越大会で失格したため出場していない。また、関東日本インカレのタイトルとも無縁。順天堂大学スポーツ健康科学部、スポーツマネジメント学科へ進学した。 富山はアジア競技大会の 20km 競歩は、歩幅違反のため途中で失格。2004年、アテネオリンピックに日本代表として出場したが、20km 競歩は、途中棄権、50km 競歩は16位に終わった。翌2005年8月、世界陸上ヘルシンキ大会の 50km 競歩では途中でおおとするアクシデントがありながらも、 結果8位入賞を果たした。2006年、順天堂大学を卒業後に、社会人陸上の競合、長谷川体育施設へ入社。同年4月16日の日本陸上競技選手権、大会 50km 競歩に出場し、3時間43分38秒のタイムで日本記録を更新する。同年のドーハアジア競技大会は 20km 競歩で、 出場したが4位に止まった。2007年9月、世界陸上大阪大会男子5 0トル競歩に出場。序盤から世界記録保持者で同大会に優勝した姉さんでいくすらと戦闘争いを繰り広げたものの、レース終盤で暑さと疲労により極端に失速。意識も朧ろうとする中、 競技役員の誘導ミスという大失態により、規定の周回数を一周残して、陸上競技場へ入ってしまい、レース周回不足のままゴールした山崎は途中、危険という扱いとなった。大会組織委員会は運営ミスを認め、山崎に対し謝罪した。なおこの世界陸上大阪大会は、翌2008年開催の北京オリンピック日本代表選考レースも兼ねており、 審判員及びコース誘導員のミスがなければ8位入賞。その時点で北京五輪代表に内定する可能性があった。なお、1996年アトランタオリンピックの同種目でも、ドゥエイン・カズンズが係員の誘導ミスにより危険扱いとなっている。2007年9月、全日本実業団対抗選手権の男子1万メートル競歩で優勝。 2006年に続いて2連覇を果たす。また、強化の一環として、この時期、日本競歩チームが取り組んでいた、サロマコ100キロウルトラマラソンを競歩で出場し、完歩していた。2008年8月、北京オリンピック男子50キロメートル競歩では、体調万全で臨めなかったものの、3時間45分47秒の7位で、フィニッシュ。オリンピックで競歩の種目では、 男女を通じて日本勢初の入賞となった。2008年10月の全日本 50km 競歩高畑大会2009年4月の日本陸上競技選手権大会 50km 競歩で日本記録を更新。同年8月世界陸上ベルリン大会の男子 50km 競歩に出場したが途中3度の歩みが大半を取られて失格、完歩はできなかった。 2010年5月のワールドカップ競歩地は大会5 0トル競歩で日本選手初の6位入賞。11月のアジア大会の代表に選ばれていたものの、故障のため欠場した。2011年から自衛隊体育学校に所属。2012年4月15日、日本選手権に出場した。3時間41分47秒で優勝し、 ロンドンオリンピックへの派遣標準記録の3時間52分も切り3大会連続でのオリンピック出場が決定した。2012年8月、ロンドンオリンピック男子 50km 競歩に出場。序盤から先頭集団でレースを進めるも、途中3回の歩みが大半を取られ 18km 過ぎで失格した。2018年10月に上官から引退勧告を受けて、 自衛隊体育学校陸上班を外れたが、自衛官としての勤務を続けながら、平日夜間と休日に練習を重ね、選手登録を自衛隊から富山陸上競技協会に変更して、競技を続けた。2020年3月15日に、石川県の三市で行われた全日本競歩、のみ大会の官光最後に現役を引退した。ありがとうございます。